信頼のオーブね。そんなお宝うちにあったかな。そうだ、ニキータなら何か知ってるかもしれないな。やっぱり見つからないのかにゃ。ああ、誰かが持ち出しやがったのかもしれねえな。しかも根こそぎよ。クソったれめ。何を揉めているのかしら。二人とも随分興奮してるようだけど。どうやらジェシカに心当たりがあるみたいなんだけどよ。このことはオークアイにしか話せないって言い張ったんだよ。見かけによらず強情なんだよな、ジェシカ。あ、兄貴、ちょうどいいところに来てくれたですにゃ。ちょっと、いや、とても困ったことになってるですにゃ。奥の玉座の部屋にジェシカさんがいるので話を聞いてあげてほしいですにゃ。ここなら信頼のオーブについて何か情報が得られるかと思ったんだがな。一体何が起こってやがるんだ。大丈夫なのか。まだ本調子とまではいかないけれど。おいおい、気持ちはわかるけどよ、泣くことはないだろう。心配してたんだから。もう落ち着いたか、ジェシカ。だったら話を聞かせてくれ。一体何があったんだ。ニキータを中心にみんなでナバールを立て直そうとしているんだけど、みんなで集めていたはずの財宝がどこにも見当たらないの。どうやら兄さんがパパの様子がおかしいことに気づいて、そのほとんどをどこかに隠してしまっていたらしいのよ。イーグルか。あいつは目端の効くやつだったからな。それで？兄さんは何かあった時にはあなたを頼って火炎の谷を探せって言ってたのだけれど。そうか、宝のほとんどが隠されちまったってことは、もしグランクロアの言葉通りここに信頼のオーブがあったとしても、そいつも一緒に隠されたってことかも。よし、物はついでってやつだ。信頼のオーブと一緒にまとめてお宝探し出してやる。ジェシカ、ほんの少し俺に時間をくれ。火炎の谷でお宝探しとしゃれ込んでくるぜ。
相手ですね。どうだ、どうだ、こんなもんだ。相手が悪かったな。問題なく勝てたな。この調子でいこう。堅実に貯めていこまることはね。
今すぐ心配はなさそうですね。さあ、どうだ。やばいね。急ぎましょう。現実に貯めていこう。雑魚が出てきたわね。マジ感がない。返した。協力。じゃあねー。はっへっ。弱そうなやつだな。メガスプラッシュ。あれは力が。堅実に貯めていこう。エクサだ。ここに。まあ、じゃあねー。いい調子。あれは力が。堅実に貯めていこう。時の武器を取り揃えてるにゃ。また来てくれよにゃ。手がかりはないんでしょ。どうやって探せばいいのかしら。見当もつかないわ。
隠してある宝物って結構な量のはずよね。そんなに目立つものもしあったらもう見つけてると思うんだけど。いや、俺に心当たりがある。とにかく先に進んでみよう。戦闘開始だ。協力して倒すぞ。急ぎましょう。なぜ負けると分かっていた。やられません。あとビーだ。やるな。油断したか。まだまだです。後悔しろ。俺たちに出会ったことは。急ぎましょう。なぜ負けると分かっていて俺たちに挑んでついてこれないだろ。みんな、ちょっと待ってくれ。ここだ。ほら、ここをよく見てくれ。岩肌に小さく鳥の瞳のマークが刻んである。ここをこうすると。これが盗賊の技なんですね。探すのも、隠すのも。さすが盗賊。こんなのよく見つけられたわね。俺だってあると思って探さなきゃ見つからないさ。何せ俺がたった一人認める盗賊、あのイーグルの仕掛けだからな。お宝の匂いがプンプンしやがる。さあ行こうぜ。しかし随分大掛かりな仕掛けだったな。それだけ大事なお宝が隠されているってことか。
ホークアイ、どうかしたの？早く宝物を持ってナバールに帰ろうよ。バカ、よせ！俺だから死のうと。あのイーグルの隠した宝だ。何の資格もないなんてありえない。こういう目に遭いそうだったから時間をかけたかったんだがな。後悔しても始まらねえ。みんな行くぞ。それにしてもこいつはデカすぎじゃないか。まったく盗賊仲間の仕掛けをありがとうよイーグル。これでも暗いの大軍頼みます。雷神！こんなもん仕掛けやがってイーグルのやつ。だがこれだけの量だと宝は俺たちだけじゃ運びきれそうにないな。ん？これは？どうやらこれがグランクロアの言っていた信頼のオーブってやつのようだな。イーグル！ホークアイ、お前がこれを見ているということは、きっと俺はもうこの世にいないのだろう。この宝はどうか妹のジェシカの望むように使ってやってくれないか。いや、それよりもこの金で盗賊稼業から足を洗い、お前には真っ当な道を歩んでもらいたい。
ジェシカと一緒にな。きっとあいつも文句は言わないだろう。あいつはお前に懐いているからな。なあホークアイ、親友の心からの頼みだ。少しでいい、考えてみてくれ。もし俺が生きているのにこれを見てるのなら、今の話は忘れてくれていい。じゃあなホークアイ、お前と一緒だった日々は誰にも奪えない俺の最高の宝だったよ。バカ野郎、最後の最後でとんでもねえもん押し付けやがって。バカ野郎、バカ野郎。信頼のオーブ、これで俺もクラス4になれるのか。さあジェシカたちにこの宝のことを教えに行ってやるとしようぜ。